一体どうなってんの？マスター権限なんて使ってないよ。シキさんが連れてきたんじゃないのか？連れてきたら前もって連絡でもするよ。わーい、マイクラだ。それでこのチェストに何か入ってるの？ほんとか、いろいろ読んでみましょうよ。オリジナルの幻想郷を作れ。最初は何作ります？ブームキャバクラ？やめろ。ならパチンコ店。さすがにまずいですよ。式でもゲーミング式でも健全なチャンネルじゃなかったの？ごめんなさい、サーセンシッター。これ何の紙？東方リトルメイドの紙ね。中身は私とマリサみたいだわ。他にもいろいろ入っていますね。その他には東方リトルメイドの紙3つ、回復用の砂糖、パンと機能の砥石のピッケル、あとは神社みたいなやつに松明数本にベッドと本か。それじゃあそろそろ探索でもするか？そうしよっか。そろそろ自己紹介でもする？え？誰にですか？さっきからジロジロ見ているあんたよ。おのかして真っ二つにするから。あ、あいつは。誰なんだ？くふよく来たな、しきさんご一行。あ、あんたは、知り合いですか？いや、知ってるような雰囲気はやめてほしいよ。いや、幻想郷の皆さんにお会いできるとは光栄ですよ。なんだこいつ気持ち悪いな。霊夢さんさっさと退治しましょう。無理ね、マイクラの世界にいるし、なおかつマスター権限ですらも聞かないみたいよ。なんでわかるの？シキさんがさっきからマスター権限用の50万円したパソコンで、あいつを消すデリートコードと私たちを元の場所に戻すトランスファーコードを売ってるんだけど、全く効果がありませんね。あんたまさか破壊不能モブ？コマンドが効かないした分破壊を許可するソースが。それは私が持っています。なんでそんなのがいるんだ？そろそろ自己紹介でもしましょうか。おっこん、私はそうですね、顔文字とでも名乗っておきます。色素のトランスファーコードを使って私たちは帰れないのかよ。無理だった。多分この顔文字が操作をしているんだと思う。目的は？そうですよ、私たちをこんな場所に連れてきて。目的はそのオリジナルの幻想郷を作ってもらうことだよ。面白いことになったらまた来るよ。言ったわね。色さん、これからどうするの？素材集めて仮建築をするよ。あの顔文字は？とりあえず無視。何かやってきたらぶっ飛ばす、その方がいいですもんね。それじゃあ詰めに行くか。それで今回は何立てるの？それは無論マリア神社ですよ。え？意見分かれたね。ちょっとさない幻想郷を作るのなら白霊神社が最初でしょ。いやいや、ここはマリア神社ですよ。シキさん、どっちを作るの？その前にいい場所が欲しいから少し移動するよ。シキさんはどっちを選ぶの？やっぱりマリア神社ですよね。白霊神社でしょ。いや、自宅兼事務所。ここに来てまさかの第三勢力ですか。雨が降ってますね。まあ大丈夫大丈夫、すぐに晴れるから。それで何するんだ？石集めて石のピッケルにするよ。今回建築するの？うーむ、その時次第かな。やるかもしれないし、やらないかもしれない。つまりは気分次第ですね。そういうこと。個人的には冥界が欲しいです。私もコウマ感が欲しいわ。今は素材の余裕がないので、結果と今は作る気がないので。後々作る気ね。私も霧雨魔法陣を作ってほしいぜ。今建築予定なのを紙に書いてみたよ。それじゃあ素材を集めに行きましょう。うわ、雨降ってるから敵モブ出てくるのすっかり忘れてた。とりあえず全速力で逃げる。危険って言われるよ。あ、赤くなる上は。あ、晴れたから大丈夫になった。妖精メイドがいるなんてね。一回喧嘩打ってダメージを確認するよ。ゾンビ3体追っかけてきますよ。そんなの殴って解決すればもう満体。牛とか羊とかもいるし、飼育して食料問題は解決するわね。抜刀剣が入っていますよ。シキさん、剣道場作ってください。あーうん、やっぱりね、今は聖地して聖地してからこれからのことを考えようよ。草から種を集めて畑でも作ったら、あとはサトウキビとか必要な素材は探さないと。それならバラバラに分かれて探しに出かける。そうね、こんなに高い場所なら幻想郷を作る画期的な場所になるわね。さてと、種集め種集め。妖精メイドも追ってこないな。種集め種集め、終わったらブランチマイニング。匠マジで来るなぁ。それじゃあできたし、あたりを歩いていくよ。一ついいかしら。道のど真ん中に小麦畑があるのはなぜ？撤去するの忘れてたから。道は磨かれた安山岩のようね。まあいいのあったし、中心は丸にしてみたいし、今から丸を作るよ。飼育しているのは牛に鶏に羊ですか。豚は人参がないから保有。今回は家を建てないんですね。気分的丸って。神社を作ってたのメイドを召喚するのか。ダイヤかかるから却下。絶対炎上しちゃうよ。なんでですか。推しが出てほしいって言われるでしょ。
それなら誰かダイヤ探してよ。いい運動になるよ。引きがやればいいでしょ。私は整地したから誰か他やってー。わがままね。誰かダイヤ探す人を。誰か反応しなさいよ。後で他の鉱石とかも含めて探しに行くぜ。まあ今回は畑と食料庫を建てるよ。それじゃあそれぞれの担当に分けて作っていこう。チキさん、あの顔文字の目的って一体なんでしょうね。オリジナルの幻想郷を作れってゆかり様が知ったらただじゃ済みませんよ。さあそこら辺はまだわからないけど、絶対あいつろくでもないやつだと思うよ。チキさん、今のところどんな感じに整地してるんですか？ん、神社予定かっこ仮の右側に森林地区の予定、まっすぐに食料庫と農業地区、左に住宅地区の予定です。住宅地区ってどんな感じにするの？うーむ、近代的な感じにするよ。どこら辺に商業地区に作るんですか？まだ考えてないよ。霊夢に商業地区担当にしたくないのは本音かな。え？なんでですか？考えたらわかるでしょ。霊夢に任せると大体お金がっぽがっぽ制作しかしないよ。霊夢さんは金の亡者ですもんね。誰が金の亡者だ。うわ、びっくりした。霊夢の声うるさいな。こっちにも響きますもんね。さっさと食料庫作りましょう。よし、完成。丸もうまくできてるじゃない。食料庫にエアコンとパソコンと冷蔵庫設置できました。マジか、これならネット通販で漫画買い放題だよ。まさかそのお金は無論チキさんのマネーだよ。ピエン、まさか食料庫を作るとは。あ、顔文字。てっきり神社を建てるのかと思ったよ。何しに来たんだ。僕は依頼しに来たんだ。依頼？そう、君たちには地獄に行ってもらうよ。地獄？まさか。そう、ネザーに行ってブレイズロッドを回収してほしい。あ、行くのはいつでもいいからね。それじゃあバイバイ。あれ？チキさんとサナエは？二人とも食料庫に向かって走ったよ。逃げたな。追いかけます。後で行きましょう。